あれ？これってもしかして、はやちゃんからのラブレターだ。放課後に苗22度55分、整形43度10分の場所で待ってます。伝えたいことがあります。あやちゃんより。あ、この中だな。あれ、あやちゃんどこだろう。ヨネスケくん。あ、あやちゃん。ヨネスケくん。お前かよ。騙したな。あやちゃんだよ。ヨネスケくん好き。騙したな。待て。バカ、めちゃめちゃでかい落とし穴掘ったもんね。うわうわブラジル？ピーター、どうした？先生うわぁお前バカにしたな。聞いた、何かに取り憑かれてんだろ。しっかりしろ。お前らバカにした。俺悔しい。甘井、なんでお前休浪していい大学出てまで教師になるんだよ。俺さ、勉強苦手でいじめられて苦労したんだよね、休浪だけに。だから教師になってそういう子を救いたいなと思って。中退中退お前中退したの？ちょっと聞いてよ。まあまあ、卒業おめでとう。うん、取るよ。はい、チーズ。出てたな。ヒータ、こっちに戻ってこい。うるさい。うわ、勉強ができなくてもいいじゃないか。うわ、何もできなくてもお前は優しい人間だ。うわ、戻ってこい、ヒータ。なんで抵抗しないんだよ。それは俺の生徒だから。いい加減諦めてよ。お前は俺に手に放っておけるか。つまらんの、帰るとするか。はい、俺の勝ち。くそー、ヤネスケのチビマルじゃ俺のディカキングには勝てないよ。今に見てろよ。おや、これであのカブトムシに勝てるぞ。ヤネスケ、また負けに来たの？今度はどうかな。でかっ！いけ、メガキング！メガキング、泣いてるのか？そうだよな。虫同士で戦わせるなんて、やめた方がいいよな。はい、俺の勝ち。メガキング、メガキング、起きろな！メガキング、それでは今日の授業、いや小学校での授業は終わりだ。小学生のうちは勝手に周りが世話をしてくれていたかもしれない。しかし中学生になるとそうはいかない。中学生に求められるのはな。よし、帰ろうぜ。おい、ちゃんと話を聞け。それと聞いた、なんだあの汚いロッカーは。ちゃんと片付けろよ。はい、ヤネスケも手伝って。なんだこれ。6年間頑張って食べた鼻くそだよ。きったね。
よーし、行くぞおりゃおりゃうわお前ら卒業前からおとなしくしてくれうわうわうん、これも違う、これも違う。何してるの？卒業式に着てく洋服を選んでるの。これにするわ。恥ずかしいから来なくていいよ。もうセクシーなお母さんだと恥ずかしいの。あんな。こうなったらお母さんが来ないように対策しないと。ルンルン卒業卒業。ルンルンルンタラルンルンルン。警察だ。お前を学校の中には入れない。どういうことよ。お前は指名手配されてる。でも今日は息子の卒業式なの。関係ない。イケメンで優しいお兄さんなら分かってくれるよね。くっくそ普通じゃないの。飛び立つ空に心震わせ振り返ることもせずだと未来信じて。やねちゃん卒業おめでとう。ありがとう。じゃん、2021年も終わりよ。ほらだ、もう2022年になっちゃうじゃない。年が変わるぐらいでそんなはしゃぐなよ。さあ、カウントダウンに行くわよ。嫌だよ。なんだよこれ。さあ、カウントダウンが始まるわよ。5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。バーすげえ。さあ、次は初日の出を見るわよ。いやもう帰って寝たいんだけど。バカね、年越しそば食べて待つのよ。お母さん起きて、初日の出だよ。ほんとひどいなこのお母さん。俺は天才小学生ヤネスケ。頭脳は天才だが体は強くない。おい、そのうまい棒よこせ。嫌だよ。舐めやがって。おりゃー。はははクソ野郎が。クソ、俺に力さえあれば。クソー。最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。ヤネちゃん、朝ごはんよ。はい、ハンバーグ。うわ、ハンバーグじゃん。いただきます。うわ
ン嫌いと言ったじゃんか。なんで混ぜるんだよ。あんた、いい加減食べなさいよ。待ちなさい。このままじゃやばい。何か道具は。なんだこれ、全部人参になってるじゃねえか。どうなってんだよ。どうしよう。あ、もらうね。あー、まあ、マッチョヤネスケ。あれ、ヤネちゃん今食べたわよね。え、それ人参よ。あれ、意外と美味しいぞ。やったわね、ヤネちゃん。食わず嫌いしてただけなのよ。やった、食べられるようになった。よかったわね、ヤネちゃん。私の食べ物返し。クリさん、ごっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。すげえ、こっくりさんって本当にいるんだ。こっくりさん、こっくりさん、屋根助のお母さんは綺麗ですか。うわぁ、すげえ。あのババアが綺麗って、やっぱり迷信じゃん。帰ろうぜ。おーい。じゃあね。じゃあね。ギャー、聞いた。うわ、なんだ、近づいてくるな、やめろ。ヤネちゃん、驚かせてごめんね。お母さん、髪も黒く染めて、今日は気分がいいわ。来た来た、今日のラッキーカラーは青色か。でも周りにないし、探しに行こう。なんだよ、びっくりしたじゃん。ラッキーカラーの黄色、黄色。はっ、うっ、青と黄色、これで完璧だわ。お母さん、ハッピーセット欲しい。はい、ハッピーセット。ん、来たらわかる、安いやつやん。文句ばっか言うな。ほら、僕スポンジボブだよ。喋った。てか、ハンバーガーもくれよ。はい、ハンバーガー、マンズパーティー抜き、ピクルス、ケチャップ多め。これはただのピクルスだろ。ランランルー。あれ、このおもちゃ喋ってない。ランランルー。なんだ、なんだこの声は。悪い子にはお仕置きを。そんなにハンバーガーが食べたいなら、ハンバーガーになりなさい。ハンバーグー、ハンバーグー。ドナルドは嬉しくなるとついやっちゃうんだ。アンハッピーセット。ママ、今日体調悪いから学校行けない。大丈夫、ちょっと熱測ってみなさい。はい。あ、35度じゃない。あんた、早く学校行きなさい。嘘でしょ。無理だよ。ほら、あんた早く学校行きなさい。え、ヨネスケ、体調大丈夫なの？あ、お水飲みなよ。あ、ありがとう。うわ、水がお湯になってるぞ。ヤネスケ、大丈夫か？今からお母さん電話するからな。あ、もしもし。あ、ヤネスケ君のお母さんですか？あ、校長先生。あ、お宅の息子さんが高熱があるので家に帰します。は？私の息子が熱なんか出すわけないでしょ。いや、ね、そう言われましても。うちの息子がどうかしました？いや、お熱があったから家に帰そうと思って。私の息子を金扱いする気？そんなに菌が怖いなら、私が除菌してあげるわよ。メラ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 
あ、UFO だ。え、どこどこどこ、どこだよ、UFO。 どこ、あ、気のせいだった。てか、ヤネスケ一回お辞儀してみてよ。あ、うん、いいよ。領域展開無用空所何も見えん、何も感じん、一体何が起こった。もういたずらするのやめろよ。あ、うまい棒だ。あれ、あっちにもある。よいしょよいしょよいしょ。なんでこんなにうまい棒いっぱい落ちてるんだろう。わあ、うまい棒好きなの。うん、おじさんの家にうまい棒たくさんあるからついてきなさい。このおじさんなんか怪しいな。ほらこっちだよ。ほら入りな。やっぱりちょっと怖いのでやめておきます。ほら入りなよ。嫌です。ほら入りな。嫌です。入りな。ママ、おい、何やってんだ。止めろ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 。レンレンレン。はっ、この音はヤネちゃん。ママ、ママありがとう。うん、じゃあ帰りましょう。うん、宿題やってないじゃないの。後でやるから早くしなさいよ。ユーチューバーライアン君、年収30億か。お母さん、俺もユーチューバーになりたい。ユーチューバーなんてなれるわけないでしょ。立派な大人になるためには宿題しなさい。これをこうして、よし、できた。ヤネキン TV Everyday。 今日は高木隆史に潜入していきたいと思います。あら、いらっしゃい。こんにちは。うまい棒でも味見するかい。え、いいの。じゃあいただきます。うん、美味しい。食べたね。え、じゃあお会計10万円ね。おかしいでしょ。味見でも食べたから払ってもらわないとね。嫌だ。やっておしまい。おい、10万円出さないとどうなるか分かってんだもんね。おら、この野郎。うわっ、あれ、あんなチャンネル削除してやる。7月の収益1000万円だわ。1000万円で何？え？アカウント停止？何なのこれ？私の1000万円は？こうなったら。はじめまして、ヤネキンのママのママキン TV です。今回はこちらの鉄球を溶かしたいと思います。それではやっていきます。ブー、はい、今回は鉄球を溶かしてみました。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。再生数が伸びてるわ。ヤネちゃん、ヤネちゃんがいなくてもお母さんだけで稼げるようになっちゃった。あはははは、よかったね。お母さんも動画撮りたくない。何言ってんのあなた。動画撮りたくない。早く行きなさい。嫌だ。早く行きなさい。嫌だ。そんなこと言ってるとね、立派な大人になれないわよ。早く行きなさい。嫌だ。行きなさい。嫌だ。行きなさいよ。あのバカ息子のおかげでこんなに儲かっちゃった。ショッピーに全部貢いじゃおう。おほほ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 ほ。
何が起こってるの？お前の行動を全部隠し撮りしてたんだよ。さあ、渡したいものがあるんだけど。ん？何何？マッサージ無料券？どうして？いつもお世話になってるから、そのお礼だよ。やめちゃん、ありがとう。もう私に見て心が綺麗な息子だわ、ほんとに。どこか凝ってる箇所などございますか？目と鼻とへそとかかとと全身ですね。じゃあまずは眠たくなるツボを押していきます。あと膝裏とくるぶしと耳たぶと、あとまつげとすね毛と。マッサージも必要ないぐらい頑丈な体にしてやるよ。私の名前はキッパー、屋根助様にお仕えする人型ロボットです。よろしくね、キッパー。じゃあ手始めにキッパーちゃん、宿題やっておいて。かしこまりました。さすがキッパー、頭の良さも完璧だ。じゃあちょっと遊びに行ってくるから、汚いものは全部処分しといて。かしこまりました。ハーゲンダッツ。何よこれ。ハーゲンダッツ。我々ロボットは液体に弱い。いいから食べさせなさい。ハーゲンダッツ。ハッピー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 、みんなでメイクアグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッデー。マッミーマッミー息子で一儲け。お小遣いはなしのバッナーハッデー。